はい、ビジネスでね、大金を稼ぎたい人、たくさんの人に注目してもらいたい人、そういう人はね、まず1人を集めてみるってことから開始してみたらいかがかなと思いますし、1000円を売り上げてみるってことから始めてみたらどうかなと思うんですよ。まあ、1000円とか1人だったらできそうじゃないですか。で、逆に1000円売り上げができませんとか、1人集める自信がありませんとか、1人だったらね、親兄弟でいいわけですよ。で、それができないとなると、まあもうそっちの方向にはいかない方がいいんじゃないかなと思いますよね。やっぱりこう、広島から東京に行くときに、まあ、新幹線でも車でもいいんですけども、まあ車にしましょうか。まあ、私今度ね、ナイト2000の車検があるんですよ、6月に。で、これ埼玉まで乗っていこうかなと思うんですけども、じゃあナイト2000ね、一気に埼玉まで行ったことはないんですけども、どの辺まで行ったことがあるって言ったら、岡山なんですよ。岡山に行ったことがある。あ、そういえばあそこですね、宝塚にも行ったことありますね。宝塚だと関西の方なんで、まあまあかなと思いますけども、その距離にしてかける4倍か5倍ぐらい埼玉まであるんじゃないかなと思うんですよね。まあでも、とりあえず兵庫まで行ったことある、神戸まで行ったことがあるっていうのは一つの体験ですから、まあ変な話ではないかなと思うんですよ。で、今度はちょっと力入れてね、埼玉までのスケジュール取ってもいいかなと思いますし、埼玉までのスケジュールが無理だなと思ったら、なんとかして車を届けるために、まあ陸送をね、専門の業者に頼むみたいなこともあると思うんですよね。まあ、そんな感じで、目的を達成するために、どんな方法があるかなっていうふうに、こういろいろと調べていって、学んでいって身につけていけば、どれかできる方法が見つかると思うんですよね。もしくは自分にダメだったら外注するみたいな感じで、陸送を頼むみたいなね、誰かに頼んじゃうみたいな。お金で雇ってしまうみたいなことがあると思います。で、その中でビジネスで人を雇う場合は利益が出ればいいわけですから、1円でも、だから5万円で雇って10万円の売り上げを取るとかでもいいと思うんですよね。まあ、そういうふうに、まあ、考えていくこと、で、ビジネスは無理っていうふうなことではないんですよね。なぜならこの世の中っていうのはほとんどの人がビジネスをやって生計を立っていますし、ビジネスをやってない人でもビジネスに巻き込まれてるんですよ。だって商品絶対買いますよね。電気つけてるでしょ。電気を販売する人から電気を購入してるっていうことでは、電気のビジネスの、まあ、購入者になってるわけですよ。だから必ず誰かが買うっていうものを自分が買ってるということなんですよね。で、よく言いますけど、私はね、全ての人が毎日誰かから何かを買って生きてるって思うんですよ。まあ、ですんで、自分からそのうちの一つぐらいの商品が売れないことはないんじゃないかなと思うんですよ。そういう意味で、まずは一人を集めてみる、1000円を売ってみるってことが大きく飛躍する第一本なんではないかなと思います。これ前回の動画でもありましたけども、どんなチェーン店だって、カーネル・サンダースだってね、最初は1店舗から始めてるわけですよ。その1店舗が始まらない方に100店舗1000店舗っていうのは、まあ本当夢のまた夢になっちゃいますけども、1店舗を始めたことができたってことは、それを10回繰り返せば10店舗になりますし、それこそね、手売りでチケットを2000枚売るなんてことは本当に突拍子もないことのように思いますけども、目の前の人にお願いねっていうふうに熱心に語りかけるだけで、私は1年間で2万人のメルマガ読者を集めましたからね。だから私ができたからみんなできるだろうってことではなくて、2万人じゃないにしても、まずは1人のメルマガ読者、それなんとかなるでしょうって話なんですよね。その1人からまずは始めていくのが第一歩だと私は思いますね。いってらっしゃい。